ご飯やおかずを持ち運べるようにした日本の食文化、弁当。中でも電車で旅をする人のために駅や車内で売られているのが駅弁です。日本全国でさまざまな種類の駅弁が作られ、その土地にちなんだバラエティ豊かな食材を楽しむことができます。日本の東北地方を走る三陸鉄道、海沿いを走る路線です。この地域では新鮮な魚や貝が豊富に水揚げされます。そんな海の幸が詰まった駅弁が鮭いくら弁当。ご飯の上に地元の鮭とイクラがたっぷり乗っています。車窓の景色とともに駅弁を楽しむのが旅の醍醐味の一つです。東京から電車で2時間の場所にある箱根。箱根の初夏の風物詩といえば紫陽花。この時期満開を迎えます。そんな紫陽花にちなんだ彩り豊かな駅弁が限定販売。車窓を眺めながら食べる駅弁はこの時期だけの旅の楽しみ方です。続いては日本で最も有名な駅弁です。それは東京の北西、群馬県にあります。この駅で地元の食材やご飯を使った名物弁当が峠の釜飯。釜はご飯を炊くときに使われる鉄の道具です。この釜の形に作られた器に中身が入れられた駅弁です。温かいご飯をお弁当にするにはどうしたらいいかというような、試行錯誤を、繰り返していた。この駅弁が作られたのは今から60年前。当時駅では陶器の瓶に入ったお茶が売られていました。長時間温かさを保つことができるこの陶器を弁当に使えないかとひらめいたのです。そこでお弁当箱として使うにはどうしたらいいのか、伝統を誇る益子焼の職人たちと協力を始めました。こうして持ち運びもでき保温性のある器が完成したのです。温かくお家で食べてるような感じでいただけますね。4時間くらいかけてこの弁当食べに来ました。遠方から買いに来る人がいるほど人気の弁当。さらにこんな魅力もあります。持って帰って旅行の思い出とか必ずこの入れ物をね取っておくんですよ、ね。植木鉢にしたりとかしてくれないかな。植物を植えたプランターや家庭で料理を盛り付ける器としても利用。その他さまざまな用途にも使われ、リサイクルにもつながっています。日本各地の地元の美味しさが詰まった駅弁、旅に多彩な魅力を与えています。